皆さんこんにちは、サラマルです。はい、ということで本日は、スーパーマーケットシュミレートやっていきたいと思いますイエーイいやね、あの、どうやらこのゲーム、あの、スーパーマーケットの店長になって、いろんななんかこう、お金だったりとか、商品いくらで売ろうかとか、そういうのが、具体的に決められるゲームだと聞いたので、今回やっていきたいと思いますいや、私ね、あの、コンビニの店員の経験とかないんですけど、 ま、なんかアルバイトやってたりしたので、多分大丈夫だと思います。<laughs> はい。ということで、最後まで楽しんでってください。皆さん、高評価、グッドボタンと、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。えー、もしね、面白かったら、ぜひ、切り抜きも投稿しちゃってください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、早速やっていきましょう。じゃじゃん。新しい原筆。Yes. お。楽しんでくださいとのことです。あ 小さな店舗から素晴らしいスーパーパーケットへと成長していきます。まず商品を購入し、それら棚に配置してください。倒産を避けるために利益を上げて、価格の設定をするのを忘れないでください。なるほどね。価格設定ができるってことですね。ほうほう。それじゃあやっていきたいと思いまーす。レッツコー、なんだこの。なになになに。ロックされた。あこれがレジね。なになになのとなのと車か。車か。はい。 ててん。スーパーマーケット。あ、これでいろいろ買えると。でも今私は50ドルしか持ってないので、ちょっとしか買えないと。管理。なにこれライセンスあ、このライセンスをゲットしていければ、あれだね。並べられるものが多くなりますよってことですね。あ、店舗レベルとかもあるんだ。店舗レベルどうやって見るんだこれ。なるほど。まあちょっと私にはまだ。あ、採用とかある。あ、 レジ係。はいはいはい。そういうのもあると。まあ、一旦、商品を並べろと言われてるので、じゃパンとか。あとね、50までいけるんでしょ。小麦粉。そして、えー、砂糖。シリアル。あ、あ、やばいシリアル。ダメだ。シリアル、やめよう。 シリアル高くないえ無理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 。一回これで購入します。チャリン。はい。行けました。あ、銀行がある。何銀行って。あ、借金的なやつ、お借りができると。一旦ちょっと待って。一旦戻りましょう。一旦こうして、あ、なんか届いてる。これを、棚に配置ですと。なるほどですね。 すーすー。え、なにこれえ、だ、無理じゃん。こっち、あ、場所決まってんのこれ。はいはいはい。あ、空き箱を外のご用箱に捨てると。えいっえいけたナイスですはい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 。え、あ、なんか出てる。ちょっと待って。ちょっと待って。一回隣置いとこう。やっぱね、物は上の方が取りやすいって言うもんね。一回これを全部並べます。 はい、まあなんか、ついでに取れるよ、みたいな。あ、やばい。そこじゃなかったんだけど、まあいっか。まあいっかいっか。あ、なんか、あの、すいません。あの、うちの店来ませんかすいません。あの、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 ちょっと、ちょっと何するんですかストーカーですか私の後について来ないでください。やばい、お店が離れてく。まずいまずい。結構人通りはあるっぽいね。なるほど。はい、そしたら 値段かしらこれね ?OK。あ、はい。平均コスト 1. 点、あ、市場価格が4.83なんだ。ええー、そうだね。え、ちょっとこれ、ラッキー7ぐらいいっちゃうラッキー7、え、高すぎるかなどうどうでしょうかあー、3.71なんですね。 5.22とか。適当に。わかんない。これは3.96ってことは、まあ、いけるよね。サラマルマーケット、まあ、いけるよね。これ、サラマルが栽培したパンなんですよ。はい。サラマルが、あの、切り身パンにしたんで、まあ、ちょっとサービス量として高く取ってもいいんじゃないですかね。どうですかね。チュートリアル、店を開く。お。 アープンあ、ここでオープンとかね。あ、あ、あ、入ってきた。びっくり。あの、すいません。あなた、あの、今日の、え、高すぎる。高すぎる。あ、やばい、高すぎるの。やばいやばいやばい。なんだってすぐ下げる、すぐ下げる。一回、あ、よいよいよ、4拍子が。四四四一回四四どうちょっと小麦を一回、え、って考えたら、これ、収が高すぎるな。え、うん、六六とかどう どうですかね高い高いどうだろういけ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 るいけ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 るあ、えパンはいけるんだ。あ、やばいやばい。初めてのお客様です、あなたは。すいません、あなたありがとうございます。はい。一点はい、現金で、え ?5?5 ドル、これか。はい。えなに何に,なにえ、どうやってんのどうぞ。どうぞ。え何をおまけが必要 これどうてんやなえあー。請求書右。え、別にいいいいいいあなたにあげたいあなたにあげたいあなたにあげたいどうしたら S ペースあ、こういうことね。OKOK、OK OK。あ、こんにちはありがとうございますカードはい、カードカード !6!600! え、べべべちブちちちちちチチチチ !6.00! はい、どうぞはい、ありがとうございました結構お客さん入ったやばい安すぎるってこと安すぎるのかな ?46! このままいいんですよ別に。 あの、いただいても。6、6、6、6、6、6。1、2、3、4、5、6。よし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 。これで、スペース。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おめっちゃ買ってくれるじゃないですか。今日天気いいですね。10、オッケー。はい。はい、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。小麦ね、大人気なんですよ。そうなんですよ。さっきね、皆さん、買ってってありがとうございます。ちょっとこれ安すぎるってこと安すぎるんじゃないちょっと。あの、皆さん。で、これで、戻りたい。よし、戻った。ちょっと と安すぎか買われてたぞ結構これちょっといけるでしょうこれ5-0よし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 はい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 こんにちははいどうもはいどうもえーっとはいどうもはいはいカードですねはいはいなんか言ってるキリーパン高すぎるいやでも殺し人買ってくれてるからねすいませんね、そういうもんなんですよごめんなさい、ね、すいませんあ、間違えちゃった間違えちゃった続ける続けるはいということで いい感じ今いくらえ、49ってことは、なかなか、いいんじゃないですかなかなかいいんじゃないこれ。だけどさ、なんかさ、もっとさ、ぐわっと人来てほしいよね。ね。でもさ、これで49か。なかなか買われてんのにね。もうちょっと砂糖もいけるこれ。いけるくない ?5。6.5ぐらいいけるど 高すぎはい、みなさん、こんにちは。どうぞどうぞー。ちょっと連れてくる人。連れてくることとかできるこれ。なにこれ。あ、すいません。あ、やばい。え人入ってんのなんか、鬼ごっこみたい。関係人みたいになってるんだけど。<laughs> やばいやばい。こんにちは。ごめんなさい。ちょっとお待ちを。え、そんなに人いるごめんね。ごめんね。何買った何買ったあパ、ね、パンね。パンね、大人気なんですよ。お、やっぱ、さっき高くしても、買ってくれるですね。キュー。 ってどれだ9。1、3、4。あれ足りてるえ ?5。これでいいんだよねあれ、違う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 。え ?5?5?5?5?0.5 5? 5? 5? 5ってどれこれあ、あ、あ、これっぽい。あ、すいません。はい。はい。はい、こんにちは。はい、ありがとうございます。お金ね、ちょっと困るよね。あ、これお釣りいらないんじゃないはい。ありがとうございます。はい、こんにちは。あ、現金ですね。3。 三てどれ一二三。1, 2, 3. で、五がこれね。オッケー。はい。ありがとうございます。あ、結構みんな高くしても買うじゃん。買っていただける。ありがとうございます。一二三四。はい。あれ。はい。はい。ありがとうございます。いけてるぞ。結構いいぞ。えめっちゃ良くないあ、やばい。小麦が足りないキリンパン。いや、あの、買ってくれてる方いるんです。すいません。ね、サラマルが切ったっていうところに、 あの、重きを置いてくださる方は買ってくれるとは思うんですよね。ねえ。ねえ。<laughs> 誰やねんって。えっ、ー、と、小麦がないから、小麦を買います。購入。はい。小麦が欲しいですね。はい。レッツコー、レッツコー。小麦、小麦。届きました、小麦。こちら。はい、はい。あ、なんか買ってくれてる。やばい,やばい小麦、小麦大人気。はいはいはい。分かってる分かってる分かってるよ。わかってるよ。ちょっと回一回、一回、ポイ ぽい。ぽい。ぽい。ポイできない。ぽい。ぽい。え。え、う、お、あ、う、やばいやばいやばい。ど、ど、ど、やばいやばい。あ、はいはいはい。はい、はい、はい。はい。はい。はい、こんにちは。はーい、こんにちは。えーっと、9。1234。はい。オッケーです。はい、こんにちは。そうだよね。切り身やっぱりね、買ってくれるよね。お客さんわかってるね。やっぱ、サナマルの切ったっていうところってやっぱ大事ですよね。ありがとうございます。はい、カードですね。 はい、カード4.50。はい、ありがとうございます。何砂糖が高すぎるあ、でも、でもパンは高くないんだ。なるほどね。そ,そんなにいらなかったのかな ?5.00。はい。そうですね。やっぱりあの、パンだけ買ってったってことやっぱ、サナマルが切ったパンというところに重きを置いてくださってる方がいるってことなんですかね。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、ゴミです。ぽい。 さあ、よってらったいみたい。よってらったいって言っちゃった。どうですかすいません。あの、小麦を今ね、入荷したんですよ。どうですか小麦。小麦美味しいですよ。曲がるか曲が,曲がったよし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 しよし。さあ、お、いいですね。やっぱ小麦あ、そんなに買ってくれるの小麦。砂糖が高すぎる。砂糖高いのかなえ、でもさ同じぐらいじゃなかった。はい。えー、9.00。ありがたいですね、こちら。ありがとう。 はい。あ、小麦大人気じゃん。小麦はいいってことだぞ。4.50。はい。ありがとうございます。ってことはってことは、ちょっと砂糖が高いってことそういうことえー。じゃあ、600にしとくはい。お砂糖がタイムセールでーす。皆さんいかがでしょうかいらっしゃいませ店内全品30%オフでーす。 おねがいしまーす。こんにちは、サナマルの、サナマルが切ったパンの切り身。お安くなっておりまーす。ありがとうございます。あ、小麦。いいですよね、小麦。小麦ね、うちのね、人気商品なんです。ありがとうございます。9.00ですね。はい、ありがとうございます。こんにちは、小麦ですね。ありがとうございます。サインも書いておきますね。ありがとうございます。4.50。はい、ありがとうございました。暗くないお店暗ない あ、あ、いけるいける。あ、これ何これ、これ、これ。あ、これ何でもないんかい。こんにちはー。お仕事お疲れ様でーす。やばい小麦がない小麦大人気やばい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 ,やばい。小麦、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 小麦。はい、はい、分かってる。分かってるよ。分かってる。んだけどね、購入だけはさせてね、はい。はい、はい、はい、はい。パニックっちゃダメですよ。はい。あ、お砂糖ですね。ありがとうございまーす。サイン入れておきまーす。6.00。お、買ってくれた。 ありがたいですね。ありがとうございます。あ、パンですね。ありがとうございます。サノマルが切ったパンでございます。ありがとうございます。はい。5 0ドルありがとうございます。あ、ラストの小麦です、ね。やばい。小麦を入れなきゃいけませんね。お待ちください。1ドルですね。はい。ありがとうございます。やばい。小麦がない。小麦、小麦、小麦、小麦。小麦、小麦。小麦小麦やばいやばいやばい。そうでね。あなた、小麦欲しいよね。そうでね。うちの大人気商品だよね。分かってるよ。小麦だよね。そうだよね。すっかすかやん。うちの棚。やばい。下に、下に。まあ、いやいや、なんでもいいや。はい。 はい。はい。ちょっと待ってくださいね。ゴミ箱にはちゃんと捨てましょうね。はい。はいはい、はい。はいはいはい。はい。はいパンですね。はい。あ、サラマルが切ったパンの切り身。ありがとうございます。ありがとうございます。え、これ何あ、現金か。1ドル。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、さすがですね。奥様、ありがとうございます。え、はい。え、前回もい、いつも SNS 見てるってありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱパンもない。 なるほどね私が切ったパンないと。ありました。えー、とこくないパンあなるほど。頼めなくなってしまったと。時間が21時なので、そういうことお客さんまだ入るもういないよね。もういないよね、多分ね。はいこれで、エンター。はいはい、ということで、 一日目が終了しました。パチ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 ,パチ。いや、なんか商品が高いの6か。なるほどね。商品高かったと。あ、でも収入差すごくない ?143。結構いいですよ。はい。あ、本日から日々の請求書を受けております。期日までにコンピューターを使用して請求書を支払うことを忘れてそうしないと自動的に支払われます。え、自動的でいいんじゃない 電化製品がが多いほど請求書が高くなりますちょっと難しいことよくわかんないですね。ちょっとわからないので、一旦、あの、パンを買いますと。あ、っば、2個入れちゃったけど、まあ、いいんじゃないパン売れるしね。パン売れるからいいんじゃないですかあと何が足りないあ、小麦の並べ方はちょっとキモいね。小麦、小麦とパンと砂糖でさ、みんなにさ、ちょっとさ、 フレンチトースト作ってもらおうよ。そうしよう。そういう感じの戦略。もう決まったものだけを売る。この専門店です、こちら。はい。まあ、いろんなね、品あるところいっぱいあると思うんですけど、それじゃあね、この時代勝てないと、いうことで、はい。じゃあちょっと、空丸が切った切り身パン。ピピ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 。ディスプレイがいっぱい。その下も。はい。ということで、こちらと、あ、いっぱい買ったの忘れてたね。隣の棚ない はい、こんな感じで。あー、ここはね。やば。え、やば。ここ1個だけにしちゃった、最悪。美的サイン数0やん。これは、上、いやちょっと1回埋めたい。ここ。はい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 。え、いいんじゃないあ、これもう、な、中見ない。そうです。私のお店は、やっぱり、専門的、はい。見てください。パンと、 パンと小麦と砂糖でできてます。これ、サラマルが切った切り身パンと、これと、小麦とお砂糖を買うとサイン付きということで、この値段でいいですかね。アイドル経営してるえーっと、それじゃあ、みなさん、今からオープンしまーすもってきな笑顔であらすメディアリルリルリリリリリ画面用意しますね。ごめんなさい。 みんないらっしゃいませーいらっしゃいませーみなさん来てくださいいらっしゃいませーあいらっしゃいませーすいませんあのお兄さんなんかすごいどこ行くのカバンとか持たないタイプですかてかここにいる人達全員カバン持ってないけど現金はポケット派あれ誰か来てるかなあれこれさお店さオープンできてるよねできてるよねできてるよね できてるよね。あ、来た来た来た。いらっしゃいませ、こんにちはー。え、小麦高い嘘ほんと高い高いのかないやあ、でもね、この3品しかないんで、ちょっとこれで、やらせていただいてるんですよ。すいません。いらっしゃいいら,っしゃいらっしゃい、いらっしゃいあ、やっぱね、女性の方やっぱ多くて、やっぱあの、フレンチトーストって美味しいじゃないですか。そう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 。はい はい。お待たせしましたー。パンが1点。カードで。5。はい。5で。ありがとうございます。あ。いいですね。お客さん。ありがとうございます。たくさん。はい。じゃあ、ちょっと握手券もつけときます。えー、点5。5。5。これか。ありがとうございましたあ、なんか、左上になんかあるぞ。コンピューターを使用して製品ライセンスを購入する。ライセンスって何これ ライセンスでも購入できないな。あー、まずテンポレベルを3にしなきゃいけないってことですね。了解、了解。あ、あ、あ、あ。いいねいいね奥様ありがとうございます。今日はフレンチトーストなんですかねフレンチトースト美味しいですよね。私多分フレンチトーストしか作れないんで。どうぞありがとうございました。あ、じゃあ握手1回ですね。ありがとうございます。お釣りでっか。待って。95ってどうやって出す 1,2,5? 点 5, 5.。あ、これでぴったり。ありがとうございます。あ、お砂糖がめちゃめちゃ売れている。ありがとうございます。そうなんです。まだここね、できたてでですね。夢は武道館でスーパーをやることです。ありがとうございます。ありがとうございます。11、ありがとうございました。うちのレーンは今日は誰も来ないな。ありがとうございます。 ありがとうございますぱ砂糖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 お砂糖美味しいですよね。私、あの、いちご飴するの大好き。あ、ぴったりありがとうございますとても助かりますよしえスーパーマーケットで、砂糖砂糖そうですね、砂糖購入えー、なんか別の種類とかあってもいいのかなどう思うでもさ、なんかさ、まださ、少数でやってた方が、 いいんじゃないかなと思っているんですが、これが私の経営能力にかかってる的なやつですよね、多分。やばい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 。ちょっとお待ちくださーい。ちょっとお待ちください。ご予約入りまーす。やば,やばい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 。はい。お待たせしました。あ,ありがとうございます。ケリーパン、ありがとうございます。えー、お釣り4ドル。1、2、3、4。1個、おまけ。はい。ありがとうございます。 ありがとうございます。いつもありがとうございます。先ほども来てくださいましたもしかして。ありがとうございます。4.5。はい。ありがとうございました。こんにちは。お砂糖ですね。ありがとうございます。お、ほら、お綺麗ですね。今からパーティーですか ?4。1234。はい。ありがとうございます。ふ、ふ、ふ。チップってあるよね。チップって払う。あれ私が逆にもらうやつなんだっけあれはい。ありがとうございます。え、この人スタイル良くないちょっと待って。よく見して。 めっちゃスタイルいいじゃん。こんな、よくあのピンヒールで。はーいありがとうございますサナマルの切ったすり身すり身パンじゃないわ。な何パンだっけキリンパンか。すりみちゃうね。ありがとうございますはーい、私のね、あんまりお客さんが来ないなぁ。ちょっと呼び込みにでも行くか。ここは渋谷です。えーっと、あこんにちはー いらっしゃいませ。ちょっと女性めっちゃ多い。ありがたい。嬉しい。ありがとうございます。あいいですね。いいですよ。時期がついてきます。こちら。えー、10。5。あ違が、う危ない危ない危ない戻してもらって。合ってるね、はい。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ四4.5。はい。ありがとうございます。よし。 いい光。えも。眠くなってきたよね、これね。あ、先に電気つけとこうか。なんかさ、暗くなるとさ、気分暗くなるじゃん。わかりますかね。あー、でも今日ちょっとそんなに売れてないね。そんなに売れてない気がする。お、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。もう一回、もう一回。いいねいいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。そうだね。 ありがとうございます。あ、お子さんにフレンチトースト作るんですね。ありがとうございます。ぜひね、あの、おい、22.00って結構買ってくれてる。ありがとうございましたありがとうございます。パンはね、私ね、薬派なんですね。ありがとうございます。ありがたい、ありがたい。お、いいね。小麦、いいよ。なになにチェックアウトがいっぱいです。どういうこと何にどういうことチェックアウトがいっぱいです。どういうことどういうことですか レジが閉めた。えなんでなんでなんでレジを開ける。いい。あ、そういうことあ、私がなんか閉めちゃったんだ。なるほどです。ありがとうございます。小麦粉でーす。小麦粉4.50ドルです。ありがとうございます。スースー、ありがとうございます。何とった今。カードか。ありがとうございます。6.00、0。あ、うん。まあ、い,いや。ありがとうございます。 はい、こちらですね。ありがとうございます。9.00、あうんこうか。ありがとうございます。こんにちは。カード、ありがとうございます。11、ポイポイてい、ありがとうございます。これさ、私が価格設定さ、結構さ、いい感じの価格設定してるからさ、めんどくさくなくていいわ。なんか、何点何何みたいなのが少ない。あ、結構、あ、しかもなんか、そう、中途半端なとこから撮ってくれた人、優しい。 あの、一個取ってくれた人は優しい。ありがとうございます。いいですね、お砂糖。二個もいるかな、一気に。まあ、いいや。えー、三。一、二、三。あ、い、や、うん、一。はい。はい。ありがとうございます。こんにちはあかわいいところ。あ、結構買ってくれて。え、待って、でもなんか。ちょっとツンデレ風な方ありがとうございます。十四。十四。はい。ありがとうございます。あ、もう九時になっちゃったなるほどね。 あ、でもまだ、まだ人入ってくる。あれ全然入ってくるじゃん。えあはーい。はい、ただいまー。こんにちはー。はい、すすいっ6.00ですね。ありがとうございます。もうちょっと高くてもいける感じもしかして。ちょっとなんかさ、売れすぎじゃない、ま、売れててよ、喜ばしいことだけどさ。い いやあ <laughs> !6.1 とかどう刻むねと、ちょっとこの、切り身パンも、うーん、でも利益がさ、ちょっとしかないってなると、そうだね 1? <laughs> 微妙な1の値上がり。そう、あー、これ結構安かった。 ったんじゃないもしかして。だってさっきまでここ利益4とかだったもんね。ってことは結構いっていい気がするので。7、71ぐらい。うーん。うーん。え、5だと高いどう ?5、どう、5どうこう。いやー、5だとちょっと高いなぁ。さ、4. 点、4.80。うんうんうん。これくらいがちょうどいいのではないでしょうか。はい。ということで。 これは今どれぐらいううんう、ん4点。だいたい利益4、あ、これ結構いったけど、でも、これぐらいで売れてたよね。ってことはさ、いやー、4キュッパ。4キュッパいけそうじゃないあの、キュッパ系ね。はいはい。じゃあ一旦今日終わりにしまーす。ありがとうございましたー。間違えちゃったー。えー、これかなエンター。はい。はい。いやでも、商品が高いが3だけしかなかったから結構売れてた。 いい感じじゃない次の日はい。ということで。まだレベ、ルあ、店舗レベル3じゃないいけてるいけてる。あ、え、いけるじゃんいけるじゃん。はい、購入。ライセンス購入しました。あ、冷蔵庫や棚。なるほどね。もっといいものを揃えろと。そう言われてる気がする。あ、でも、お砂糖がないですね。お砂糖。こちら。1位。 ええー、いろんなのじゃあ、追加しますかシリアルちょっと高い気がすんだよねー、と思いつつ。うーん。まあ、時には勝負も大事ですかね、と思いながらも、待ってください。家具冷蔵庫が必要と高いなー。冷蔵庫買えないなー。あ、そんな時のための借金もしかして。そうなんじゃないこのさ、銀行で借りられるよね。 どう思ういっちゃうでも750ドル。うーいやでも時には必要。よし素晴らしい。素晴らしい。が、が、750ドルは借金をしているので。まあでもね、数日後に莫大な利益を得られるのがいい起業家さんですから。はい。スポットライトって何 ああね。ええー、じゃあ冷蔵庫 A、えー。いや、安い方、いや。うーん。どうだろう。未来のこと考えて大きい方買おう。そうだ。それでこそ起業家です。購入結構なくなった。今のバカだったかもしんない。やばい。<laughs> やばい。ってことは、せっかく買ったということだよ。 あのー、ちゃんと売れるものにしよう。売れるものちゃんとやろう。卵、うん、いっぱい入ってて、原価が安いってなると、お水か牛乳だな。お水か牛乳が安くないたんか。牛乳の方が安い。牛乳いこう。そうだね。牛乳が揃えば、もうさ、ほら、あれじゃん。 フレンチトースト屋さんだよ、もいけるいける。いけるいける。これで購入。オッケー。これでどうでしょう、皆さん。お、届いておるなんかさ、ここに置かれるのおかしくないですこれ何これ何あ、でかー。えー、どうしよう、この辺とかにしとくあ、え、これ、向き。向き変えらんないの 変えられる、変えられる。この辺ど,どう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 ちょっと奥に。そうね、こっちのラックもまだあるんだったら、こっちも全然まだいけるね。これ何ミルクかミルク。ここですね。やばい。私、で、大きすぎるな、これ。やばい、変なとこ置いちゃった。大きすぎるな。待って。私さ、冷蔵庫間違えてんじゃないこれ。絶対もっとちっちゃくてよかったと思う。 やばいやば。これ何あ、これは、お砂糖ですね。あ、小麦粉もないじゃん。やばい。はい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 。あー。はい。ちゃんとゴミは捨てて。あ、私また牛乳買ったの。牛乳だけで埋まるね。えー、これさ、待って、私借金返せる自信ないなまずいぞ小麦粉も必要だぞ、小麦粉。え、でもさ、 統計上さ、こんだけ品揃えが少ないとさ、一個ずつしか買ってなかったよね。なるほどね。もしかして、もうちょっと種類があった方がみんな買うんじゃない一回ほぼ全種類ぐらい買っとく。そうしたらさ、何が売れるかわかんじゃない卵ね。チーズ。うん、卵にしとこ卵の方がなんとなく、ほら、あの、あれじゃん。あの、なんだっけ、フレンチトーストじゃん。 なかなかお店開かないね。ごめんね。すごいとかさ、届くの早くないこのお店。卵。もうフレンチトースト屋さんですよこんにちはお、え、一箱全部入んの。絶対冷蔵庫大きすぎたってこれ。うわー。って思いつつ、いや、これここいいとこ。って思いつつよ。だけど、後々ね、後々大きいのが必要だからさ、 なんかこう先行投資っていうのもう未来必要なら絶対必要ならもう先買っとこうよみたいな。そういう意気込みですよ。ちょっと取りやすいとこ置いときますね。これ何オレンジジュースみたいな。オレンジジュースでーすいらっしゃいませー。これ何ですかパンザナッピーみたいなやつですよ。パンザナッピーみたいなやついかがですかあ、と私小麦粉買ってないじゃないですか小麦粉も買います。あ、やばいえー、ちょっとこれ。 ええー。うん、まあ、い,いか。こっちで。あれ下、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 下。はい。パンジャラピーが入荷されました。こんにちは。小麦粉が欲しいです。小麦粉、小麦粉、小麦粉。小麦粉、スーパーマーケット小麦粉ありました。こちらでーす。はい。購入です。エスケープ。こんにちは。あ。 小麦粉いかがですかいらないですかここに、と、ここ。ちょっとこう、美的センスも何もないわ。やば。まあ、いいや、一旦売れればいいよね。そういう感じで。いやだけどな、嫌われてっちゃうかな。どうなのかしら。一回この値段もこれでいって、ここだよね、価格設定。うわ、むずいな。5.98。私、基本、ここの利益を4にしたいんです。 てなると、てなると、4だから 6?6.99 とかいける ?6.99。どうぴったり4。安いそんなことない。まあ、まあ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 、まああー、4足すと、5.50。ちょっと安いあーでもな、市場価格そんなもんか。うーん70。 え、じゃあこっちも市場価格にちょっと寄せすぎ、あ、ちょ近いね、確かに。それはね、ちょっとね、もうちょい行けるよねはい、こんな感じで。ペチャピーニーみたいなやつ。あーうーん。むず、5。もう好きな5です、私。牛乳ね。あ市場価格 4. 点、あ、二点2.40ってことは、うん。 4ぐらいいけるんちゃうますか ?4 ぐらいいけるんじゃないですかねこれは、えー、んなんでもほぼ4だから、6.01みたいな。ちょっと刻みます。みんなの脳みそをちょっとバグらせて。まあ、ほとんどが4ドル近くのあれだけど。え、ちょっとさ、い、1点だけさ、このちょっと、このなんだっけこの油みたいな。 これだけさ、ちょっとさ、爆高でやってみてさ、これ、これ、でも売れるんだったら、あげていいんやんっていう実験になるよね。七やりすぎちょっとやりすぎか。まあでも一旦これぐらいでいこう。レッツゴー開始です。皆さんいらっしゃいませー。お茶を飲みましたー。いらっしゃいませー。 ちょっとお散歩してきまーす。こんにちはー。私のお店どこですかーお客さん、あの、すぐそこに、すぐそこに、サラマルマーケットってのができて、サラマルマーケットいかがですかあ、やばい、えやばい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 。戻りまーす。戻ります。お待ちくださーい。めっちゃ買ってくれてないありがとうございます。サラマル切り身でーす。サラマル切り身でーす。じゅ、あ、私なんかあれか。 複雑なやつにしたせいです。すっごいバッて難しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいなんか微妙なとこからパン取ってったね。2番目。え、なんかどっちも微妙だな。<laughs> こんにちは。あ、いらっしゃいませこんにちは最近ちょっとオープンして。と、2段目の油いかがですかちょっと。れいみパン高い。いや、でもこれはちょっとサナナルが切ったっていう、そこの付加価値を感じてくれる方がやっぱ買ってくれるかなと。高い。 え、高いんだ。なるほどね。えー、2.5。はい。えー、切り身パン高いって言ってる人結構いる。あ、パッティーニありがとうございます。えー、えー、?83。あ、えーこ、これで、これで、これで、3。あれ違う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 。えー、3ってどれあ、これか。これむず。待って、もう4。もうこれでいいよ。はい。 はいどうぞーはーい、こんにちは !7.8。12。1, 2, 8。8か。123。これじゃないはーいありがとうございます結構買われてるぞ何が買われた今。あ、パティーティー。パティーティピーティーみたいなやつ。あ、まあ、油高いんですよ。そうなんですよ。油高いんですよね。高すぎる。 なんかさ、パン、ちょこちょこさ、パンが高いって言ってる人多い。パン高いか。ごめんな。そうやんな。ええー、こうか。これむず。えー、あ、まだある。まだあるね。あ、もう、うん、うん、うん。さ、どう高いあ、結構買ってくれてる。ありがとうございます。こんにちは。20いいじゃんねやばい。なんか何点何何刻みすぎてちょっとめんどくさくなってる自分がいる。 なるほど。ちょっとパン安くするちょっとこの人見て決めよう。まあ、油高いのはそりゃそうなんだよね。そうだよね。ちょっとじゃあ油のチャンスロスをすごいしてる気がするので、6! いや、これもちょっと高い気もするけど、6.00したらうん。一旦これでいきましょう。え、え、ちょ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 、チェックアウトじゃない。チェックアウトじゃない。いい。よし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 。ごめんなさいね。お待ちください。結構買ってくれてる。ってことは、この4ドル、 4ドルを利益に上げる方法って結構合ってるんじゃないいいんじゃないですか皆さん。やべやべやべ。ありがとうございますやばい、私これさ、牛乳売らないとまずいんだよね。牛乳頼みすぎちゃってさ。ね、あ、牛乳のコストしかも安くなっちゃってる。えあれ私こんなもんで言ってたっけま、あでも全然いいかも、別に。逆にね。逆にいいかも。なんで安いのにみんな買ってくれないのこんなにいっぱいなのに。 牛乳なんて賞味期限短いからやばいのに。すいません。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。牛乳買ってね。牛乳買って。卵が人気なんですね。えー、0点1 2三四。はい。看板娘やら、え、高いの牛乳。え、嘘でしょほんとに言ってる本当に言ってる,本当に言ってるさーん。123。もうギャこれで。はい。ありがとうございます。あ、え、油買ってる。

じゃあ、じゃあ分かったか、ちょ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 っと待って。3.5、もう、結構、結構よ、結構よ。結構やらせていただいてるよ。あ、このなんか、お砂糖はやっぱ、いいのね。分かりました。ありがとうございます。6.1。だちょっと上がってもみんな買ってくれるんだね。あ、いいね、パン。いいですよ。これ、サナマルが切ったんですよ。 そうなんです。そこにやっぱ価値を感じてくれてる方は、お買い求めいただいてるんですけど、ありがとうございます。カードですね。12.20。ありがとうございます。えー、ちょっとお砂糖人気すぎないやばい。牛乳が売れてなさすぎる。これはまずいですね。ありがとうございます。えー、っと、お砂糖とパン。お砂糖とパン行きましょう。やっぱね、みんなここの街の人はね、本当に、あの、 なんだっけフレンチトースト大好きなんですよ。え、待って、借金した金額に全然届かないんだけど。まずい。これは廃業の危機じゃないかはーいえ、待って、私小麦買ってんのえ、小麦はいらないんだけど。え小麦買ったの嘘でしょ待って待って、待って待って、分かってる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 。あ、やべいべべべやべべべ。やべべ分かってる分かってる分かってるんだけど、これどうやって置くのどうやって置くのえく置く置く置く。置くあい、あい、あい、あい。 はい、こんにちは。はい、ちょっと真っ暗なんですよね。0、え、5、1、2、3、4。OK。はい。え、チーズが見つかりませんでした。そうなんです。チーズちょっと今置いてなくて。あの、私、フレンチトースト屋さんの専門店なんですよ。んーに。これね。OK。牛乳高い。え、みんな牛乳高い高い言ってる。やばいやばい。えっ、ー、と、電気をつけます。パチ牛乳もっと下げる本当にまあ、えー じゃあ私の賭けは失敗したってことそういうことになるね。牛乳下げましょう。牛乳これで高いってなったら、もう、これですよ。3ですよ。あ、やばい。パンが。パンめっちゃ人気。みんなフレンチトースト作るんですから、もう本当に人気ですよね。今ね、なんか TikTok でバズってるみたいなんですよ。フレンチトーストお姉さんっていうのがちょっとバズってて。そうですよね。見ていらっしゃったですよね。わかります。美味しそうですもんね。わかる。え 何シリアルが高いって言われた今。ちょっと待ってください。え砂糖が高い。え現金。えー、15。12。はいありがとうございますあ、油1点。ありがとうございます。油なかなか売れますね。はいありがとうございますカードでくださいありがとうございますありがたいどっちの方が助かります !18。はいありがとうございます何何紅茶が見つかりませんでした。それはちょっとね、ごめん。それはごめんだわ。 えーっと、何がなくなったもうパンが残り1個、まずい。お砂糖がない。え、高い本当に本当に言ってますかディスプレイがいっぱい。あ、お砂糖。お砂糖やっぱ人気ですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい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 。はい。あ、めっちゃ買ってくれてる。ありがとうございます。えー、お金ですね。 えー、一、あ、違う。間違えちゃった。これで、よし、オッケー。はい。何ボトルの水やっぱ牛乳より水にかけるべきだったのそういうことそういうことね。いやでもさ、待って。本当に牛乳が売れなさすぎるから、ちょっと、あ、待って待って、違う違う、続ける。牛乳が、あ、間違えちゃった。えー、っと、牛乳が売れなさすぎるから、 いや、もう、えー、これさー、利益なくない。ま、あるのか言うて。あるけど、もう、2ドル代に突入しましたよ。え、2ドル代、ですよねうん、シャーなしの2ドル代ですよね、これ。でも、ちょっと次、翌朝に砂糖買おう。ちょっと、だけど、意外といけてるかも。ポジティブー。 はい、一旦今日の営業終わりです。うわぁね、商品が高い21ってやばくないやばいね。商品高いんだ。やっぱちょっと。いやもう高いって言われたのは牛乳とかだったよね。卵も高いって言われたちょっと。ちょっとだけ下げる。5、5、70ぐらい。こんぐらい行きましょう。あとお砂糖買いましょう、お砂糖。 お砂糖です。お砂糖、お砂糖と間違ってさっきこれ買っちゃったんだ。お砂糖を買います。あと何いくチーズ。いやでもなんかね、物増やしてもしょうがない気もすんだよね。どう思うなんかね、だったらじゃあパンをいっぱいにしとこうとかさ、思わんでもいつパスタ意外と嬉しそうなパスタ買っときましょう。お水ね。お水一個ぐらい買っとこう。オッケー。これでいきますね。 さあ、今日の物語は君たちにかかっているのだよ。これお水か。あ、って、お水入れる場所あるあったあっ,った。大丈夫だよね。飲み物ね、結構場所取るんだよね。あ、違うな。この1個上。そうそうそう。あ、うん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 。やばい。だけど、これでようやく私が大きな冷蔵庫を買った意味がありますね。そうで私。もともとさ、こんなにいっぱい牛乳買ったのってさ、この冷蔵庫を買った意味を見出すためじゃない そうだったよね、確か。なのに、自分を苦しめてやがるぜ。困ったもんだ。こうして、えーと、お砂糖。すっごいさ、みんななんか微妙な。あ、お砂糖1個じゃ足りなくないこれ。まあ、いっか。これで、なんか普通朝になったらさ、店頭に綺麗に並ぶみたいな普通じゃないちょっとそれやりたい。それやりたいので、 ちょっと待ってね。まだ回転できない。えー、小麦とパンとお砂糖ですね。小麦パンお砂糖。うちの三大売れっ子女優たち。小麦パンお砂糖を、すいません。追加購入して。やっぱりさ、みんなさ、一番最初にお店来たらさ、なんか、わー、揃ってるみたいな。そういう状態でありたくない私はそういう状態でありたい人だから。あ、違うね。あ、じゃよじゃじゃじゃそうですね。 はい。え一、ー、個だけ残るのはちょっとあれなんで、まあ。まあまあまあ、ぽい。えっ、ー、と。はい。パンパンパン。パン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 。オッケーあ、で、これもパンだったっけあれえー、でもさ、こんな一個だけ、こんな。あ。<laughs> みんな、これから取ってって、お願いします。ちょっと変な感じになっちゃってるんで。お願いします。 えーっと、これは、微妙な取られ方をしている。よし、え、いい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 。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。パンだけだな、あそこの。はい、ということで。いいですね、いいです。あ、ちょっと油もなんか。油売れてたら、そういえば。まあ、いっか、次で。今回油売れたら、補充します。ということで、今回のスタメン、こちらです。ただーん。あ、やば、こゴみだけ捨てとこ。ゴミ捨てまーす。 じゃあ、オープンします。オープン。皆さんいらっしゃいませんこんにちは店内全品50%オフです。これさ、奥行ったらさ、どうなるんだろうえ結構さ、リアルじゃないここのお店の中入れる入れません。やばい、こうしてる間に人来ちゃったらまずいです。 そうじゃん、私さ、お店の中に行ってさ、みんながああだこうだ言ってんの聞かなきゃいけないじゃん。チーズがないとかさ、商品が高いとかさ。ね、そうだよね。あ偶然にも、一人目のお客さん。さあ、牛乳お安いです。え高い本当に嘘でしょなんか、なんか探してる。なに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 コーヒーを探してたら高いんだって、これ。さっきさ、下げたよ。じゃ、5にしとこう。あー、うん、5にしとこう。 最高、はい。え高いなんかみんな高い高い言い出した。どうした物価高本当にえー、じゃあ70。どう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 ですか皆様。えー、なんかすごいかそっちゃった。いい場所に店舗あるのにな。あ、いいですよ。いらっしゃった、いらっしゃった。ナイスですよ。うん、うんうん。あ、そちら。 あの、握手券付きでございまーす。ありがとうございます。はい。お砂糖ですね。高いシリアル高いって。やばい。なんかみんな今日すごい高い高い言ってる。あ、なんか探してる。チーズ、チーズね。わかった。次チーズ買うよ。えー、これで。えチーさん。おいありがとうございます。え、油高い。あ、小麦買ってくれてる。小麦高い。シリアル高い。やばい。みんな高い高い言ってる。牛乳は買ってくれるんだね。オッケーオッケー。 なるほど。全部高いって言われてる。今日はなんかおかしいですね。おとといの皆さんじゃないんですね。まあ、物価ってね、結構変わりますからね。やっぱ、え、やっぱ全部高いって言われてる。ちょっと待ってください。これ買えます、買えます。まあ、確かにシリアルは高いかな。それはわかる。シリアルは高そう。うん、これで行こう。1ドル安,安くしましたよ。パスタは高いわかったよ。これで、 んー、60とか、こんぐらい。お、お、お、え、今の、今のどっち今のどっち今のどっちだったんですかはいはい。あ、結構買ってくれてるじゃん。え、お砂糖はさ、適正価格的な感じっぽいよね。えー、81ドル。ってことは、1、1、1。え、ええ、これ何あ、違う。これはあいい。あ、うん。ま、あこの辺でいいや。ありがとうございます。10。 ありがとうございました。結構買ってくれたんじゃない牛乳、牛乳。おめっちゃ買ってくれてるあなたもしかして、文化祭とかのあれですか文化祭で使うんですね。いいですよ。たくさん使ってください。4、1、2、2をマイクがぶっ壊れるマイクが壊れます いや、まじ新生活で、ここに引っ越してきた方すごく多くて、私もそうなんですけど、いいですね、油、いいですね。そう何個あってもね、足りないですからね。えー、やっぱパックが高い。ほんとに油ね、人気だね。油も買いたそう。えー、16ですね。でもね、一人当たりの単価は高くないんだなあ、でも卵取ってくれてる。えー、牛乳ちょっと牛乳はもう負けられませんので。もうね、さすがに、やっと買われたばっかりなんで、ちょっとこれ買っときます。 はい。オッケーえ、買ったよね、今。あれ買ってないあれはい。はい、はい、はい、はい。え、めっちゃ。そうなんですよ。これ、サナマルが切った切り身パンなんです。ね美味しくいただいてください。もやもやキューン。えー、3、1、2、3。ケーありがとうございます。何コーヒーね。でもね、うちもね、そんなにね、在庫抱えらんないんですよね。もう場所がないじゃないですか。 そう。だったらなんか1個をいっぱい売ろうよみたいなこう作戦をしてたんですけど、それがそもそも間違えてますチャンスロスそれだったらダメだわ。それだったらこれは3段とか使ってらんないですよね。わかるわ。なるほどね。ちょっと1段で一旦我慢しとこそういうあれしとこあ、でもいいよいいよ。パスタめっちゃ買ってくれてる。ありがとうございます。あ、やっぱコーヒー好きな、私もめっちゃコーヒー好きだからね。 あ、違うよね。えまあ、いっか。はい。どうぞ。見張っとこパスタ高いさっきの方とかめっちゃ買ってくれたけどね。あ、そうなんです。サナマルが切った切り身パンいかがですか美味しいですよね。ありがとうございます。まあ、プロがね、切った方がね、綺麗なんですけど、サナマルが切った方が愛情はありますからね。ちょっと電気つけます。ピッ。ありがとうございます。 はい。ちょっと、こんなに埋めといてなんなんだけど、ちょっと、牛乳邪魔だな <laughs>。やばい。えー、っと、ありがとうございます。あ、お釣りない。あ、いいですね。シリアル。お砂糖も買って。はいはいはい。今、まあ、フレンチトースト専門店なんで、やっぱりフレンチトーストの材料はすごい揃ってるんですよ。ありがとうございます。25.2。OK! ありがとうございます。あ いらっしゃいませいいですねいいですねお水人気だね価格を設定せずに商品を販売しています。えどれがどれ、どれのこと言ってる嘘でしょ確かに。えあそういうこと待って私、お水がさ、めっちゃ安くなってんじゃないあ,あ、間違えちゃった、間違えちゃった。そういうことじゃないえそういうことじゃないちょっと焦りすぎて。えお水の価格設定、そういえばしてないわ。やば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 い。水めっちゃ、え ほぼ取られた。え、え、え。それはちょっと困っているぞ待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。そんな取らないでくれ。4。四も高いね。四も、あ、だからさっきの人めっちゃ買ってくれたってことだ。パニック。3で。一旦3でいこう。一旦3でね。嘘でしょやばいじゃん。このほぼ、この水がほぼ、1ドルにもいってないってことじゃん。まず。それは失態です。やば私めっちゃ損してるってことですね。まあ。はい。 こういうのを経験、次の経験に活かします。ありがとうございます。ほぼ0円同様のお水。ありがとうございます。38。えー、5。え、で、んありがとうございます。だから水あんなに爆売れしてたのか。私がじゃあ、あ、でも買ってくれてるな。あれでも買ってくれてる。ありがとうございます。カード。あ、この人いっぱい買ってくれてる。嬉しい。 やっぱ物多くなるとそうなのか物多くなると買う人が増えている。ありがとうございます。えー、94。ちょっとめんどくさいなぁ。うんうんうん、いい感じ。なになになに卵が高いって言われてる。本当あ、みんな買ってくれてる。ありがとうございます。はい、サラバラが切った切り身パンです。ありがとうございます。14.9。はい、ありがとうございます。 はい。皆さん、ちょっと並んでいただいてありがとうございます。あ、卵買ってくれてる。あやっぱこれはフレンチトーストの材料ですね。わかりますよー。ありがとうございます。お、いいね、いいね。フレンチトースト作るんですかこれはね、スコーンですかね。9ってどれだ ?134。9って、134。はい。ありがとうございます。お水やばかったね。お水さあ、あ、すす。お水の化学設定しないで売って、 でめっちゃ買ってたじゃん。なんか一人文化祭っぽい人が。でも逆に言うと、それに気づきつつもみんな買ってなかったんだね。優しいね。いやー、すっごい売れちゃったけど、ありがたいことにね。あ、これさ、ちょっとさ、ボックスのサイズとかあるんだ。あー、ちょっとなんかまとめたいな。あ、ダメだ。ダメだね。ダメですわ。ボックスのサイズが合わないってことで。 ということで、二日目が終わったんですが、マジでお水の値段設定し忘れはちょっときつかったね。お水のも一旦、いっちゃうか。いやー、そんな失態あるそんな失態あるか。ありがとうございました。まあ、これも明日に生かします。はい。あ高いんだ。高いのね。 だけど収入めちゃめちゃ高くなったんじゃない見つからないのねボトル入れる水が高くなったなんだってなんだってそういうこと入荷するのにお高くなったってことあ本ほんとだちょっと高くなった気がするいやーちょっと一旦心が痛いので一回チーズとなんかコーヒー欲しいって言ってる人が多かったっかコーヒーおえ うーん。そうだね。でもなんかお水ね、みんないっぱい買ったからね。これで一回行こうかな。ちなみにさ、他のやつはどんな感じ管理、ライセンスはあ、次はレベル6ね。OK, OK。あ、でもね、いっぱい増やしてもどうなんかな。だけど、短期的に利益を上げるので、まあありかなー。 あえ、違う、そこじゃないじゃん。そこじゃないです。ここじゃないです。ここじゃないです。そこチーズ、チーズ置きたいところです。あ、だけど結局こうなんだ。え、しかもここじゃないです。ここじゃないです。え、お水さ、すっごい売れたんだね。すっごい売れた。やばい、チーズ入るかな。あれチーズ買ったよね。あれ棚あるかな。あったあったあった。はい。 皆さんが、ないないって言ってた、コーヒーが乳化されました。またこれでね、値段設定するの忘れちゃわないように、コーヒー。あ、もう、新しいものを置いたら値段設定するっていう風にしとこうかな。ね。はい。チーズ、チーズ、一旦、チーズ、チーズ、コーヒー、チーズコーヒー、チーズコーヒー、また散歩歩歩いて焦っちゃうんでね。チーズコーヒー、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 チーズチーズ、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 チ えー、一旦利益を4取りたいので、うーん。えー、でもこれさ、7とかじゃ高いよね。5。5.5。どうでしょうか ?5.5。うん、まあ、まだいいんじゃないですか最初は許されるでしょう。えー、コーヒー、コーヒー、コーヒー。コーヒーは、高っ。10! うーん、ってことでじゃ14、いや、13.78ぐらいいけんじゃない え、え、全然これ高い高い。えあ、利益率の話ね。なるほどなるほど。十二。十二点ゼロどうでしょう十二点ゼロゼロ。え、でもまだちょっと高いか。じゃあ十、え、みんな結構乗せてんじゃないじゃあ。十一点五。うーん。うーん。でもね。コーヒー。いやでもこれは、あのー、サラバルブレンドって言って、 あの、いろんなところから、あの、かき集めてきたんです。ケニアだったりとか、エチオピアだったりとか、そういうのあるので、はい。ちょっと、コーヒーの知識は、はい。あの、あるので、すいません。ちょっと一旦これでやらせてください。オープンでーす皆さん、こんにちはこんにちはいかがですかあーやばい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 。えんおえあ、そういう感じ飛べない。あ、飛べるのあ、ごめんなさい。渋滞の元になりました 飛べるんだ、これ。すご。ビョンビョン。え、待って、何これストレージストレージって何使えないストレージは使えないんだ。はいはい。どうやら使えないそうで。あ、いらっしゃいませお、いいですよ。え、チーズ高い。ほんとそっか高いんだったら、じゃあ、負けてあげるよ。はい。あ、めっちゃ買って、え、とか、やっぱ、え、サラバラブレンド売れてんじゃん。やばー。 ありがとうございます。やっぱお客さんわかってますね。さすがですね本当に。三十八点二。ありがとうございますいいぞいいぞ。いいぞ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 いやーちょっとあれがないパスタパスタパッティーみたいなパッティパッティーあお前がち,ち,ちゃ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 え購入はい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 、はいはい、どうもえめっちゃ買ってくれてるえ待ってさらばラブレンドめっちゃ人気じゃないもうなくなるやんこんなんえ そんな安い逆にいい値段なるほどね。サラバルブレンドに対して価値を感じてくれてるってことね。ありがとうありがとうございます一生来てくださいもう一生来てくださいえー、サラバルブレンド買い出します。はい。こちら。いや、でもね、これ1個買うだけでもすんごい高いんだけど。ね。すんごい高いです。美味しいパスタ、なになにパスタ高い いやーでもな、さっき皆さん買ってくれてたからなー。そうなんですよ。申し訳ないですね。パスタだけ買いに来てくれたんかなサラバルブレンドを追加しまーす。すごい最近、こう、入荷してから爆売れしているサラバルブレンドでございまーす。皆さん、どうぞお買い求めください。はい、いらっしゃいませー。やっぱ女性が多い。多いですね。ありがとうございます。牛乳。まあね、ココアとか飲みたいよね。わかる。石に。 三一三ありがとうございますお、めっちゃ買ってくれてる。あ、パンの切り身。いいですよね。朝、今日の朝もね、一生懸命切りました。ありがとうございますいいんじゃないちょっと今回良さそう。なのとちょっと見てわかるんだけど、見て。あ、卵高いって言われるお、言れない。言れないね、意外と。水がね、多い。てか飲み物多い。に <laughs> なんか言われるあ。 牛乳取ってくれた。結構あなた買ってくれた。ナイスですたくさんありがとうたくさんありがとうございます。あ、パンの切り身これ私が切ったんです。美味しそうでしょういいでしょうあの、フレンチトーストぜひ作ってみてください。今、まあ、TikTok でバズってるんです。はいえー、ゼロ。ありがとうございます。何か言って帰ってったんですけど、ちょっと皆さんの声も聞かなきゃいけないんですよね。何がどうなんでしょうか。卵が高いとかよく言われるんですけど、 チーズが高い。了解しました。チーズが高いって言ってきたのは何人目でしょう結構多かったので。ちょっと下げます。はい、いらっしゃいませお水。お水ね。あのー、自販機で買うと高いからね。わかるよ。節約したいよね。一2。はい、ありがとうございます。すごいなんか鳥がいっぱい鳴いてて良さそう。ちょっと営業行ってこよう。 いらっしゃいませみなさん、こんにちはー。あ、お姉さん、お姉さんすいません。会社ですか、これから。あのー、今私そこで、サラマルスーパーやってるんですけど、いかがですかねあの、これから今後頑張りたくて、あ、あはーいただいまー。なんか言ってる。なんか言ってる。パスタがうんぬんかんの言ってる。あ、あ、あ、いっぱい人いる。あ、たくさんありがとうございます。 パンの切り身です。はい。えーっと、十五点、一二。ありがとうございます。あ、シリアル、いいですね。明日の朝ごはんですかね。三点五、三。三点どれ、一二三点五。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。お金、お金はちょっとめんどくさいんですよね。えー、一三、 まだいけるあ、はい、ありがとうございます。あれなんか人さっき入ってこなかったちょっと一回みんなの声を聞こう。なんかサラマルブレンドが売れなくなってきた。パスタが高い。パスタなんかうんぬんかんの言ってる人多かった。パスタ高いらしいです。そうパスタどこい,いじゃあ、下げちゃう。負けだよパスタ下げちゃいました。さあ、お、お、お、いいんじゃないですか 何生産待ってますねはい。あ、たらまるのパンの切り身。ありがとうございまーす。5.1。ありがとうございまーす。お、ピロリ。ピロリって何ユーニーラキャッシャー。キャッシャーなんか言ってる。待って。暗く、暗いの怖いのでちょっと一旦。ちょっと待って、一旦さあ。あ、もうちょっとで借金返せるってことあ、なんか支払い。何これ返済。 請求書、なんか、ローン、あ、やば。やば。なんか、あ、なんかずっと返していかなきゃいけないんだね。ごめんなさーい。あ、やばいやばいやばい。はい,い,い、すいません。すいません。はい、ありがとうございます。カード。焦るな、焦るな。12.2。12.2。できる。U キャンいてはい、ありがとうございます。あ、たくさんありがとうございます。えー、1、あ、こういうの助かります。あ、間違えちゃいました。はい、ありがとうございます。何 シリアルえ売れちゃったんだ。やばい。シリアルなくなっちゃったのやばいやばいやばい。あったんですけどね。すいません。そんな、そんなこと聞かないですよね。言い訳って言って言いいわけってことで。えー、スーパーマーケット。シリアルどこですかね上ですね。ありました。シリアル1個ね、高いんですよ。そう。あの、お客さん言うの簡単ですよ。それ言うのはね。買うの大変なんですから結構。はい。ちょっと待ってください。シリアル。あ、いいですね。30ブレンドめっちゃ売れてますね。ありがとうございます。 そこにね、価値をね、やっぱ、感じていただいてる方、嬉しいですよ。お水。やっぱね、自販機で買うと高いんでね、わかりますよ。えー、3.00。ありがとうございます。あ、間違えちゃった。あー。はい、ありがとうございます。あ、たくさん。サノマルブレンドありがとうございます。一番嬉しいかも。一番嬉しいサノマルブレンド買われるのが、1234。で、2。どれだ ?12。これか。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。やばい。なんか夜だからいっぱい来た。やばい。 あ、あなた絶対オムライス作るでしょ。わかりますよ。オムライス美味しいですよね。はい。ありがとうございます。えー、れーあ、どれだっけ ?1234。これだ。ありがとうございます。すごいたくさんありがとうございます。はい。カード。すごいね。みんな、多分会社が終わってきてるんでしょうね。ありがとうございます。はい。油、油なくなっちゃいましたか油ね、すっごいなくなるとね、厄介ですよね。わかります。ありがとうございます。間違えちゃいました。よし。ありがとうございます。 何がない卵がもうないのと、ここもパスタももうなくなってきて、パンが結構売れたな。パン、あ、もうだって9時だからもう閉店しないとダメだ。パンと、油で、ね、なんかなかったっけあれあ、もう全部補充してんだ。卵ね、売れました。卵、チーズはまだあるね。お水もまだあるね。牛乳も多分ね、詰めればあるんよ。あ、この箱でさ、ちょっと詰めれたりする あ、けけたいけたはいということでここは誰か置けるこの2つをここに置けるここなんか置けるこの辺は大丈夫かまあこれはまあ,あ箱が違うからまあいいやじゃあ箱ちょっと取っといた方がいいかもはいということで今日の今日は終わりまーすありがとうございましたーぽい いやーね、高いが多い。やっぱ高いんだね、うちんとこ。ちょっと下げよう。毎回20人ぐらいいるもんね。あ、卵。卵ナイス。卵下がったじゃん。価格下がったってよ、卵。嬉しいね。卵がありました。一個追加しました。油も多分なくなるので一個追加しておきますね。購入。そして、なんかさっき請求書みたいなやつが、なんか、 うんぬんかんぬん来てた気がする。請求書。これ。あ。え、なんかめっちゃ払わなきゃいけない。ダメうん。なんかこういうね、まあね、年金とかもそうですけど、なんかこう、催促が来る前に払っちゃった方がなんか気持ちがいいですよね。だって焦るもんだって、なんかいろいろ来たら。怖い。なんか悪いことしてる気分になる。ピピ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 あうんここにも並べちゃう。 ちょっと高いんだねやっぱりちょっと全体的にお値引きしようでもねコーヒーとかはねあんまちょっとねコーヒー結構いいよね隣に置いときますえー、何があれかなでも小麦がさ売れなくなった気しない小麦ちょっと下げようよ小麦いっぱい在庫あるから小麦下げようそうだねやっぱちょっと高いもんねうちちょっとなんか利益率いい気がするちょっとお客様還元します こちらも。そう、え、砂糖めっちゃ高かったじゃん。確かに。こう考えると。5。もこれはちょっと、あれかな。いやー、でももうちょいいける気がする。5.3。うーん、どうですかね。あ、パンない。パン書いて。パンパンパン。パン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 、ポッケモンパン、ピッカー。え、どこだあった。 はい。購入。はいはいはい。どうもーこんにちはー急に声出すからびっくりするよね。そう思います。ちょっと箱、箱は取っときます。でもワンチャンこれ同じサイズじゃねあ、でもちょっと違う。OK。あとお水はなんか良さそうな気がする。牛乳もっと売れていいと思う。牛乳めっちゃ高いってなんか毎回怒られるんで。 うちょっと牛乳からの利益はね、あんまり高くないですね。パスタも高いって言われたそういえば。うーん、パスタはいいか。在庫少ないし。オッケー、これで行きまーす。それじゃあ皆さん、オープンです。いらっしゃいませいらっしゃいませこの車いつも撮ってるな。おはようございまーす。 ハッピーハッピーハッピー。あ、それ私、お店の中にいて、お客さんどこで聞かなきゃいけないんだ。これ何回目やねんって。2回目。これ何日目あ、いいよ。いいね。ありがとうございます。朝からお砂糖。いいですね。糖分ないってやっぱやってられませんよね。わかります。私もよくね、疲れた時チョコレートぶ飲みします。ありがとうございます。いいぞ、いいぞ。 ちょっと今日売りたいのはもうここだね。お水と牛乳売りたい。けどお水と牛乳ちょっとあんまり利益率が良くないから、ちょっと作戦的には失敗だったのかもしれない。利益率が良い,いのはコーヒーかなサラバルブレンドはやっぱちょっと利益率良さそう。さあ、みんなの声を聞かせて。え卵高いほんと本当にじゃあ1とかにしちゃうよ。まあ、売れることが大事ですからね。やっぱり売れないことよりも。はい 1> すす一点え零、ー、0.7。はい、ありがとうございます。あ、結構、え、卵やっぱまだ高いんだ。オッケー、下げます。ありがとうございます。卵下げに行きます。卵ねそうなんだ。じゃあこれもう本当に5にするよ。どうちょっと安く見えない ?4、四九四ごめん、ちょっとここだけこだわらせて。四九九499、499。はい、こんな感じで。 ありがとうございます。あ、やばい。並んでるー。お、サナマルが切った切り身パン、ありがとうございます。カード、とてもありがたいです。19.2。よし。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。えゼ、ー、0。ありがとうございます。嬉しいでーす。いいですよ。いい感じですよ。皆さんいらっしゃいませーん。お、スーツ。いいですね。科学者の方。 スーツですよね。え、いいですね。かっこいいですね。何買われるんですか休憩中ですかやっぱね、疲れますよね。糖分とかどうですかねあ、牛乳いいですね。コーヒーとかやっぱり。え、チーズ高いほんとですかチーズ高かったですかねうーん。必殺4、4、8ぐらいいきますか。あれあれあなたいつの間にめっちゃ買ってくれてる。やっぱフレンチトースト作るんじゃないですかねありがとうございます。 あ、ゼロ助かりますありがとうございますお、小麦粉、やっぱり人気ですねありがとうございます !8.8! ありがとうございます嬉しいですありがとうございますちょっとストーカーしてみようかな。お兄さん、どこですかキムチ。キムチ、どこですかこの辺ですかお兄さん。お兄さん、お兄さん,お兄さん。お兄さん、今、休憩中ですか今、PM1 時、1時半ってことは、結構多分、お疲れの模様ですね。 あの、休憩時間があんまり長く取れなかったっていうか、あの、お忙しくてってやつですね。はいありがとうございますあ、お水とお砂糖いいですね。きっと多分あの、水飴とか作るんじゃないですか。3! いい、えー、どれだ ?123。1234。オッケーありがとうございますいいですね。ありがたいです。はい。6.9! ありがとうございます何パスタ高いちょっと とでもね、在庫は少ないんで、なんとも、あ、え、サラマルブレンドありがとうございます嬉しいサラマルブレンド売れるとめっちゃ単価高いありがとうございますあ、あれこれ借金返せるくないもういけるくないちょっと行ってみよう。えーっと、借金。えいいけたんじゃないやった返せました。あ、さっき返し続けたのもしかして利子だったってことだよね、きっと。 ありがとうございます。あれあなたあの文化祭のあの水をめちゃめちゃ買った人じゃないですかね。今なんか誰か何か言ってたけど、なんだって。チーズ高い。チーズ高い。チーズ高いめっちゃ言われるから、チーズしかも残ってるしね、よく。えー、うーん四。4。結構破格ですよ。いいですよ。はい、こんにちは。あ、お水ね、やっぱりね、あの、普通に買うと高いんでね。こういうところで買った方がいいですよね。 最近物価高いですからね。おうめ、言うてめっちゃ買ってくれてる。ありがとうございます。16.29。ありがとうございます。さあ、彼女は何を買われるのか。え、やっぱ卵高いの卵これで高いうーん、ちょっとごまかし作戦は皆さんに聞かなかったようです。これで行きましょう。どうでしょうか高いですか チーズ下げたから買ってくれた。あ、卵下げたから買ってくれた。もしかして私の後ろを狙ってた早く下げてくんないかなみたいな。早く割引シール買ってくんないかなみたいな。えすごいいっぱい買ってくれてるよ、この人。えわーおありがとうございますすごいたくさんありがとうございます嬉しいはい、カードで。28.8。ありがとうございますあなたは あサラバルブレンドありがとうございますさすがですねサラバルブレンドね、やっぱり貴重なんですよねありがとうございますちょっとあれつけたいあの、これありがとうございますあすーごいたくさんグルカってくれた。えー、ゼロ助かりますありがとうございますパスタいいねキリンパン高いちょっとこれはね、あの、サラバルのこと知ってる方じゃないと多分価値には感じないかもしれないですね。それはそうかも 高いかも普通に考えたらありがとうございますはいお釣り80ああえええおえうんうんありがとうございますさあ頼むならまだまだ頼めるぞえー、っとね何が必要何が必要見とこ見とこ卵はあるでしょあお水は買っといた方がいいかもお水パスタ売れてんねお水パスタパンぐらいお水パスタパン お水、パスタ、パン。はい、これはね、一回頼んどこう。はーい、ただいまはい、ただいまですよ。はい、ただいまですよ。待ち、え、めっちゃ並んでる。お待ちくださーい。人がいっぱい入っていただいて嬉しいです !5!7!12! あ、うん、オッケーあ、うん、今なんて言ってたお釣り17、17。 五。五。はい。ありがとうございます。お水とお砂糖、ありがとうございます。8.3三。ナイスです。ありがとうございます。お、サラバルブレンド買ってくれたの嬉しい。ありがとうございます。すっごい高額。ありがとうございます。九。お、でもなかなかさ、借金返した割にはなかなかうまくやってると思いますが。いかがでしょう。うまくやってると思いますよ。あ、もしかして最後のお客さんじゃないですか ありがとうございます。あ、待って、小麦ないじゃん。あれ、小麦さっき頼んだ小麦なくない、すっから噛んだね。やば。あ、小麦、あなた結構買ったんだね。ありがとう。嬉しい。あ、ゼロ。助かります。今 43? え気のせい。43出なかった、今。2.5。はい。ありがとうございます。まだ全然入る人。小麦ね。小麦ちょっと今なくて。 あ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。シリアルいいね、いいね。小麦がね、ないんですよ、小麦他のもので代用していただけると。あ、水めっちゃ買ってくれてる。あ、牛乳、え卵めっちゃ買ってくれてる。この人めっちゃ買ってるぞ。うーわ。すごい買ってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。48! ありがとうございます助かります明日、もう今、もやし生活なんですけど、もやし生活、やっと。 脱却できそうです。ありがとうございます。すごくない後半の。後半の追い上げがすごい。385だよ。え借金返して385。明日は、砂糖と小麦粉が大人気ですね。そうだよ。あとお水も残り2個だった。え、結構いい価格でやってるかもしんない。おやすみなさい。終わりです。あ。あ。 結構見つけた商品が高いが少なくなってる。いいぞ、いいぞ。あ、紅茶が下がってシリアルが上がった。わかりました。あ、自動で支払われた。あ、家賃が自動で支払われたって。ね。わかりました。ということで、今日一週間目ということで、こちら今日最後の日にしますね。ということで、小麦が足りなかったでしょ小麦でしょえ、待って。私さ、ちょっと待って。私何個か頼んだよね。あ そうだよね。頼んでたよね。この中に、重複しちゃいけないよね。一回、一回補充しまーす。お水。あ、ミスってる。あ、ミスってる。ミスってる。まあ、いっか。一旦これで、ぽい。あ、スパゲティーニスパゲティーニ買ってました。えー、っと、こう隣に置いてきましょう。スパゲティーニ。いいですね。 そしてこれ何買ったんだっけ私。あ、パン買ってたんだ。オッケーオッケー。一日中外置いてたってこと危ない危ない。パンは傷みやすいですからね。はい。オッケーってことは一回これも置いときます。はい。ってことはだね、お砂糖、お砂糖もかも。ほいで、パスタは入れた。 卵どう思う卵どうかなそんなに、でも、売れてたよね、最後の方。え、ちょっと待って、牛乳をさ、一回整え、牛乳は、こう見たら、多そうに見えるけど、案外一列だもんね、本当は。こうやって押せんのかい卵必要だな、卵。チーズはちょっとまだいけそう。あ、サラワルブレンドない。 サラマルブレンド。なんでそんな売れんのなんでそんな売れんのこれ。はい。サラマルブレンド1個買って。OK。これで、これで最終日行きましょう。これは小麦。え、小麦さ、なんか、全部なくなっちゃうとさ、1個でも足りな、足りないよ全然足りない小麦もう1個いるよ。足りない足りない。サラマルブレンド売れすぎちゃう みんなやっぱコーヒー好きなんだね。私もね、コーヒー屋さん建てたいんだよ、将来。そう。そのために今、第一店舗として頑張っているんです。スースー、スースー、スースも結構売れてたね、そういえばね。あ、こんな感じいやー、これだけだと結構売れちゃいそうな気がするぞ。こうやって、一回、小麦粉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 。小麦粉欲しいです。小麦粉は、どこですかありました。 小麦粉2ぐらい買っちゃおう、もう。大人買い,いだってすぐさ、すぐお店終わっちゃうんだもん。小麦粉。あ、そっから行くのね。まあ、いいや。3個で、えだってさ、さっきさ、3列あってさ、全部売れたってことでしょすごくない小麦粉の勢い。いい価格ってことかなありがたいですね。やっぱり、私が売りたい商品を決めるんじゃなくて、お客様が売れる商品。 が、売れる商品なので、そうなんですよ。うんうんうん。いやー、油少ないいや、でもそんなこともなさそう。なんか意外といけそう。え、で、ちなみに、何ができる管理。あ、なんか払った方がいい。なんか払いました。何家賃あ、全部家賃。あ、やばい。やばい全然なくなっちゃったじゃん。 なるほど。本当はこれが購入できたのオーマイかあ、ストレージがロックされてる。採用も、あ、採用は10レベルになったらいけんだ。なるほど。やばい。今日めっちゃ稼がないとまずいかも結構ウカウカしてた。始めますラストデーです。始めます。いらっしゃいませー。 いらっしゃいませ。あれ、黄色いタクシーないですね。いらっしゃいませ。あ、もう行き終わっちゃったですかやばい。でも、お客さん入った時にどういう意見なのかをちゃんと聞き入れないと。もう、私はもう、泣いてでも皆さんの意見を聞き入れます。もうぜひ、ぜひ言ってください。なんでも。あれが高い、これが高い。なんか意外とさ、さっき家賃払っちゃったからかわかんないけど、めっちゃお金なくなっちゃった。 話。なんか家賃みたいな20、20ドル払わなかったらよかったのに。まあ、さすがにね。あ、あれ、いつもの方じゃないですかもしかして。何、何買われますかあ、いいですね。あ、いいですね。卵。はいはいはい。あ、そうですね。あなたお砂糖すごい好きですよね。存じております。ありがとうございます。こんにちは。お金で、えー、0、1、2、3、4。はい、ありがとうございます。あ サラバルブレンドめっちゃ買ってくれてるありがとう0 4 1 3四。はいありがとうございます牛乳とお水大切ですよね水分補給ちゃんとしてくださいありがとうございます紅茶ね紅茶はちょっとあれさっきあなた来なかったまた戻ってきたシリアル可の忘れちゃった結構忘れちゃったんだねえ油高いほんとあサラマルが切った切り身パン 牛乳と。やっぱりフレンチトーストですね、あなた。いや、え、後ろに同じ人いるよ大丈夫トッペルゲンガンえー、これ、1234。B、1234。はいありがとうございますえ、二人同じえ、双子双子ですか双子ですかねあ、ありがとうございます何紅茶紅茶ね。あありがとうサラマルブレンド撮ったの今見たよ。ありがとう。紅茶が欲しかったのね、あの方。ありがとうございます 牛乳と。はい。あ、サラバルブレンド、助かります。ありがとうございます。開発した会があります。ご、ありがとうございました。またお越しくださいませちょっと今日は、あの、一週間記念ということで、ちょ、メイド風なコンビニになってますよ。いらっしゃいませ、ご主人様。ご主人様。 無反応だけちょっとやめてください、ご主人様。ありがとうございます。いや、いっぱい撮ったと思ったら意外と撮ってなかったんですね、ご主人様。8.8。ありがとうございます。もえもえキュン。あ、めっちゃ撮ってくれてありがとうございます。リップのお客様、ありがとうございます。0.6。ありがとうございました。もえもえキュン。もえもえキュン、早すぎて。もえもえキュン。萌え萌えキュンって、どんぐらい早くやるんだろうね。もえもえキュン、もえもえキュン、もえキュン、あ、いらっしゃい 慣れてなさすぎる。お帰りなさいませ、ご主人様。お帰りなさいませ、ご主人様。パスタ高い。ご主人様、チェーズ高い。ご主人様。えー、ご。牛乳安いなー。あ、キリンパンありがとうございます、ご主人様。あなためっちゃ来るね。今日メイドデーって知ってたあ、ありがとうございます。紅茶ね。紅茶ね、発注しようじゃ。 紅茶、紅茶、紅茶。あ、と高くなってる。あ、安くなってる。ありがたい。今がチャンスです。サナマルティーブレンド。全部。サナマルティーブレンドの発売です。もえもえキューン。えー、ここにいっぱい並べます。もえもえキューン。あ、すごい。上、上段もいけんだ。 ちょっといっぱい置いときね。あ、あ、あ、ちょ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 、はい、どうも。こんにちは。ありがとうございます。えー、0.6です。ってことは、6。123456。ありがとうございます。お、サラマルブレンドありがとうございます。一番買ってもらってるし、ありがとうございます。もいもんありがとうございます。お帰りなさいませ、ご主人様。ご主人様。牛乳ですね。ありがとうございます、ご主人様。 地域は取りますか取らないですかわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。また残しよって言わないよね <laughs>。ありがとうございました。牛乳ない。やばい。牛乳ない。牛乳ない。牛乳、あんなにあったのに牛乳ない。牛乳、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 牛乳。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。牛乳だけちょっと乳化させてくださいね。すいません。時間、皆さんありますか ちょっとその間ちょっと楽しませるのでお待ちください。ビビ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 。ビビビビビはい、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 はい。何個か残ってた。ちょっと待って。今はそれどころじゃない。牛乳牛乳はい。ありがとうございます。3。あ間違えちゃったえー。123ありがとうございます。おあやばい。これの値段決めてない？そうだよね。やばい。またやってしまってる。 えー、なんなんなん,なん,なんあれの値段決めてない。そうだよね。ちょっと待ってね。決めさせて、決めさせて。えーっとね、これの値段はね、えーっとね、5.5。あ、やばいやばいいっぱい、いっぱい、いっぱい、待って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 ,待って、これ、よし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 。よし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 。はい、ごめんなさい。そうだね、あなた、あなた、今、これ、いくら、いくらなんだろう。お釣り0.8。はい、ありがとうございます もえもえキュンあ、もえもえキュンあ、違うね。11.5。はいもえもえキュンはい。ありがとうございます。えー、0.1。0.1どれこれ。はい。もえもえキュンなに卵。無くなっちゃったほんとごめんなさい。あ、この人がめっちゃ買ってたよ。分け合ってほしかったな。6。いつさ六点6 2一二、ありがとうございます。もえもえキュンやばい。真っ暗。ちょっと待って。電気つけさせてください。ポい。 はい。一回マイクをミュートにして席をします。失礼いたしました、もむもきゅん。はい。えー、っと、ありがとうございます。80ならちょっと難しいこと言わないで頭弱いんだから。えぇ、ー、1、2。はい、ありがとうございます、もむもきゅん。あ、めっちゃ買ってくれてる。助かります、もむもきゅん。お嬢様、74。 1>, 1、2、3、4。おっと、1。ありがとうございます、ももいきゅん。あめっちゃ勝手言ってる。ありがとうございます、ご主人様。カード、助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。あ9時になってしまった。が、これ、こんなとこにあったら、ちょっと、嫌な感じだよね。卵がなくなったんですよね。卵買いたいですよね。 いいですね。パスタですか今日は。あ、紅茶ね。女性にも大人気なんですよ。卵ないですあ、ありがとうございます。卵は求めないでください。サラマルブレンドありがとうございますサラマルブレンドめっちゃ売れてる嬉しいありがとうございます最後のお客様、これ。あ、最後じゃなかった。ありがとうございますえ過去最高いくんじゃない紅茶もあるし。めっちゃ買ってくれてる。ありがとうございます。1、2。1、2。1、3、4。 あ、やべちょっと、ここは、ごめん。ありがとうございます、お嬢さん、もえもえん。うわ、お客さんもすごいありがとうございますえー、0.2。ありがとうございます、もえもえきん。ふーということで、忙しい、メイド日を終わりました。いやー、パスタめっちゃ売れた。 サラマルブエンドめっちゃ売れてるけど値段設定間違えてる。そんなことない。よかった。これも売れてる。意外と。なんか卵はね、文句言われるけどね。まあ、意外といけてる。あ、お水もゼロなのおんのり年だよね。牛乳より水の方がみんな飲みますね。小麦はね、あんま売れなかったね。パンはまあ、そこそこって感じですね。じゃあ、終わりにしますか。終わりです。じゃんちゃかちゃんちゃん。あ うん、見つからない商品が多い。まあ、あ紅茶入荷したからね。残高558いいんじゃない素晴らしい好成績だったんじゃないでしょうか。はい。ということで、初めてね、今回、コンビニ経営してみたんですけど、どうだったかな意外とね、最初の方が良かったんだけど、ちょっと商品高いとか言われちゃったりとかしちゃって、でも意外とサーバルブレンドがうまく売れて、めっちゃ良かったです。まい、あ、まいきゅん はいということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いしますショートとかもたくさん上げてるので皆さんそちらも見てくださーい切り抜きぜひたくさんしてください !SNS のフォローもお願いしますバイバイまたやるよーまたねーもえもえキュン